前のおなじみルテのチャンネル旅の道草井谷です。さて秋田に来ました。秋田に来てどこ行くんべということでございますので、ちょっとね珍しい電車があるんです。このアキュームというですね電車、そう秋田のですね、慣れの果て男鹿半島なまはげの里にですね今回行ってみたいと思います。このアキューム確かね充電車走る電車なんですよね。体験してみたいなと思いますので何卒よろしくお願いいたします。悪い子はいねえがというなまはげ、男鹿のなまはげというところでございましてですね、 EVE800 という形でございます。オールロングシートなんですね。まあこれもですねぜひ楽しみですので乗っていきましょう。男鹿線沿線の各所をご案内、地元の方がイラストを描いているようです。かわいいですね。この電車の走行状態を表しています。大宇本線は電化されていますので、架線からの電気をただいま使用中。列車は時刻通りに発車、電車らしく加減速はキビキビとしています。秋田市内を抜けて一路男鹿へ、盲腸線の終点には何があるんでしょう。ワクワク感しかありません。秋田貨物ターミナルを脇に快調に走ります。男鹿線は非電化区間なので当たり前ですが、これまでは国鉄型機動車の代表格キハ40系統が充当されていましたが、車両の老朽化が進み車両置き換えに、近年の脱炭素社会への貢献例として JR も模索しています。営業距離も短めの 26.4km、 大宇本線が電化されているためにバッテリー駆動の車両を開発しました。電車なので高い加減速が可能、 CO2 も出さないので環境への負担も軽減されるメリットもありますが、蓄電池の容量で走行距離が制限されますので長距離を走ることは未だ難しいようです。これが成立したためバッテリー駆動電車が商用化された可能性を考えます。過去にもバッテリー駆動電車も存在しましたが、費用対効果の観点から試作段階で終了しているケースが主だったようです。半世紀以上前、宮崎交通でバッテリー駆動電車を運用していましたが、往復20キロ運行したら電池を交換していたようです。こんな非効率的な運用、そりゃあ廃れますわね。今回ご紹介しています JR 東日本 EVE800 型、10分間の充電で約90キロの走行が可能とのこと。かなりの高性能です。列車の発車停止を繰り返すとその距離は短くなるでしょうが、男鹿線での運用なら十分な性能を持っています。お湯分駅です。ここが男鹿線の起点駅。男鹿線の列車は全て秋田駅始発となっています。この駅始発の列車は現在ありません。この駅でパンタグラフを下ろします。非電化区間を走行するための準備を行っています。やることはそんなもんですかね。あとは運転台の電源切り替えでしょうか。さて、普通の電車が停車するくらいの短さで小岩駅を出発、一路男鹿を目指します。発進時の加速も電車と同じ、バッテリーで走行していると感じることは全くありません。この画面が表しているのを見て、ああバッテリーの電気でもって走ってるんやなぁと確認するわけでございます。すごいすごい。いやー、ほんとね、これはすごいですね。言われなければわかんないレベルのスムーズな走りでした。この男鹿線の歴史は、船川港という港が男鹿半島の先にあり、港から上がる貨物輸送を主な対象として大正期に開発されます。もともと軽便鉄道という小規格の鉄道線として開発されました。その後船川線として国鉄線に編入、現在の名称は男鹿の観光振興を目的として1968年に男鹿線として改められました。男鹿の主要産業は日本海の海の幸、漁業がメインです。またこの秋田県は日本でも数少ない石油が産出します。細々とですが石油資源開発株式会社猿川油田を創業しています。その石油輸送を2001年まで男鹿線がなんと担っていました。こんな地で石油が採掘されているなんて知る由もなかったです。男鹿線を調べていて新しく発見した次第。おー、何も日本で掘削しなくてもいいのにと思われますが、石油資源開発は自前の掘削技術を養うために国内の油田を開発して技術者を絶やさないための努力が払われています。この技術確保が海外で行う石油権益確保のため、
重要なエネルギー国策の一環なんですね。自前で石油掘削を行う技術があれば、海外エネルギーメジャーを通して買い付ける必要がないため、低コストで安定したエネルギー供給が可能です。また男鹿半島は将来洋上風力発電のプラントが建設される予定です。常に強い風が吹いているため、地上設置型の風車が羽越線からも眺めることができ、秋田は自然エネルギー活用の拠点として注目を集めていることが車窓の風車から見て取れます。海岸線を走る路線のため車窓を期待しましたが、強い風から線路を守るため防風林が多く、景観を楽しむには不向きな路線でした。これも行かなければわからないこと、とても貴重な体験になりました。またこの先の男鹿にあります稲と赤部というお酒の醸造所が駅近にあり、そこへの訪問も楽しみです。2021年に新規で立ち上がった日本酒の作り手、サイトを見る限り見栄えする作り込みとこれまでにない酒造りのアプローチがあり、男鹿のワクワクする新しいスポットのようです。酒造免許は新規では発給されません。日本酒の生産量と消費量が右肩下がりの斜陽産業だからですが、海外輸出を目論むなら話は別。ここの特例を使い新たに立ち上がったクラフト酒メーカーが稲と赤部です。さて、秋田から約1時間、終点男鹿に到着。これから男鹿の観光が楽しみです。その様子は別動画で上げる予定ですので、そちらをお楽しみにお待ちください。ここで充電やってますね。ここが終点の充電ステーション。これでですね、フル充電して帰りに備えるということですね。男鹿に到着いたしました。海岸線の駅ですね。そして何やら男鹿線周りね、風車が多いんですよ。風力発電が盛んなんでしょうか。ちょっとですね、この辺りも探っていきたいなと思います。今回はですね、秋田の男鹿半島を走るローカル線、男鹿線のご紹介でございまして、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。